はい、トムサイクルのトミです、今日は5月24日の月曜日、仕事を終えて帰ってきたところでございます。富士昼まであと2週間です。ここからは疲労を抜きながら調整していきたいと思います。はい、昨日のレースでねバキバキなので、今日は完全にオフにして、ケアと自転車の整備していきたいと思います。リカバリーします。はい、僕が作りましたトマトのチキン煮込みちゃうやろ、ガーリックライスとサラダです。僕が作りましたちゃうやろ。はい、今日もトレーニングしていきたいと思います。今日からねピーキング、テーパリングっていうのをやっていきたいと思うんですけど、疲労を抜くために強度は変えずに、頻度も変えずに、強度も頻度も変えずに量を落とします。量をね、この本によると 40% から 60% 程度減らすということなんですけど、とりあえずその20分、いつも SST やってたのを15分にしてみます。15分を2セットにしてみようかなと思います。クリア、頑張れ。エルゴーもうね、はい、はい、おはようございます。今日は26日、もういよいよ本当に5月も終わりという感じでね、今日というか本当にこの最近3日4日なんですけど、減量がうまくいき、目標の体重まで減らすことができました。今回はねめちゃくちゃうまくできたと思います。最初の1ヶ月2ヶ月は1ヶ月半ぐらいかな、特に全然落ちない体重を見てね焦ってもっと減らしたいと思う時もあったんですけど、今回、前回ね、去年それで失敗して一気に落としたので、今回はゆっくりゆっくり減量しました。今目標体重まで来て、で去年目標体重からさらにマイナス2キロぐらいして、なんかもうヘロヘロのカスみたいになっちゃったんで、今回は維持していければなと思います。はい、今日もトレーニングやっていきたいと思います。今日はね、なんかねあんまりやりたいと思わない、これが調子が悪いのか気持ちの問題なのかちょっとわかんないので、軽く乗ってみてね判断したいと思います。足が回れば頑張るし、回らなければやめます。自分でも正気だと思えないんですけど、なんか調子悪いかな、どうしようかなって思ってる時に、なんかメニューをチラチラ見ながら走ってたら、ちょっとやりたくなった FTP ピスト。なんか3日前ぐらいにねブログ書いててね、そろそろやらないとなって思ったんですよ。ちょっとね、ランプテストでやってみたいと思います。なんか多分20分走でやっちゃうと、負荷が強すぎる気がするんですよね。ランプテストの方がどっちかっていうとどうなんだろうな、これどっちかな、わかんないな。人によるかもね。20分走の方がきついよね。20分走はやばい、死ぬあれは。ちょっとランプテストの方がまだ短くから、こっちでちょっとやってみようかなと思ったらね、ちょっと、今日ダメかもって思ったらやめます。怖い。もうこの後楽なのに行かないよ、ここまでだよ、ようやくウォーミングアップみたいな、ここまで、ギリギリはここまで、あー来たー、ね、顔泣かないの、やだ、大人なのに泣かないの。ここから先はもう地獄しかない。こっちもんだ、こっちもみんな終わる。
この景色綺麗だよ、まくりと。お前ご飯の畑。地味な、地味な。無理だ。分かってんだ、こっから先の3分。つらいっていうの。あ、息が切れてきた。深呼吸。深呼吸。肩の力抜いて。肋骨意識して。くい。まだ早い、まだ早い。くい。まだ早いよ。はい、軽く回す、軽く回す。OK、OK。いけるいける。よし、いけ、頑張れ。落ちすぎないように。丁寧に丁寧に。頑張れ。男子としてね、3.8 倍から 3.9 倍ぐらいでね、うろうろしておりましたが、 4.25 倍ということで、やっとやっと4倍超えました。はぁ、嬉しいですね。嬉しいなぁ。 4.2 倍はいいんじゃないか。富士ヒルシルバーってね、4倍ぐらいって言われてるんですよ。ということで、いいんじゃないかな。あ、嬉しいっす。鶏肉のカシューナッツ炒め作った。食べてもらってやろう。カシューナッツ炒め作った。コストコの野郎。料理できる。できね。厳しい。はい、今日もトレーニング頑張っていきたいと思います。寂しくさせちゃうけどごめんね。仕事休もうか。大丈夫。いつでも有給取れるから。全然大丈夫。行ってね。全然大丈夫。どこにいるでしょうか。マッサージ向きましたよ。はい、今また山梨県の富士吉田市に来ました。明日最後の試走をします。足の調子はいい感じというか、そんなに疲労溜まってないような状態で思想に合わせてきました。明日思想でベストタイムを出せるように頑張ります。はい、はい、おはようございます。何本目だ？思想6本目じゃない？私5。はい。今日で確実に思想は最後なので、うん、頑張りたいと思います。そうですね。You've been told, don't blink, don't run, don't turn left or turn right.
盛り返ってます。